日本埼玉県川口市芝富士1974年の芝富士国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成芝富士は埼玉県川口市西部の町名現行行政地名は芝富士1丁目及び芝富士2丁目面積0.309平方キロメートル埼玉県川口市芝地区西部にある町であり 1.2丁目が存在する。元は大和座市の一部であった。町内の大半は住宅地であり、旧芝南町の1丁目と旧芝北町の2丁目に分かれている。有愛タウン芝富士の愛称を持つ、埼玉県川口市芝地区にある。川口市の最西端で、蕨市北町、埼玉市南区、文蔵、南浦和と接している。川口市内では、 芝園町と線路を隔てて、芝塚原、大和座芝の飛び地と接している。一丁目には商業施設が集中しており、二丁目には大型の集合住宅が集中している。文蔵あずま橋と新素用水標高は6から7メートルで平らな地形となっている。町の唯一の水路である新素用水が通っているが、水田がないため現在では使われていない。 以前は町を起点に人工河川の建川が流れていたが、現在は暗渠となり、歩道の下を流れている。町の大半は住宅地で地元住民が農作物を育てるための3000平方メートルほどの畑がある。昭和時代に都市化が進んだ際、経済の発達がより進んでいた蕨川の南部が先に開発が進み、 しばらくの間、芝川の北部は荒れ地が多い状態であった。そのため、現在の市街の構成としては、南部に比較的古い建造物が、北部には比較的新しい建造物が建っている傾向がある。芝園町との連携が強く、2008年に芝富士小学校と芝園小学校が統廃合された。町域は川口市になるが、 東北本線の線路の西側にあり、川口市の他の町がある東側とは、東京外環自動車道と芝陸橋でのみ、結ばれていない上、最寄り駅が蕨駅、または南浦和駅になるため、住民の生活圏は蕨市や埼玉市南区に及ぶ。そのことにより、施設の名称には、びや南浦和が使用される場合も多い。実際に、 衆議院議員総選挙の小選挙区の区割りも蕨市や埼玉市南区と同じ埼玉県第15区に属している。1940年に芝村と川口市の合併により芝南町と芝北町は大和田芝から独立する。1950年代半ばから地域の都市化により大規模な水田の埋め立て作業が行われ、1960年代後半には 芝富士公民館、芝富士保育園、芝富士小学校などの施設が建設される。1972年に学びの橋に変わり、京浜東北線、東北本線を隔てて隣接していた芝北町、芝南町、芝園町と芝、塚原を結ぶ芝立教ができる。1978年2月1日に住居表示実施により、芝南町が、 芝富士一丁目、芝北町が芝富士二丁目となる。東京近郊のベッドタウン化に伴い、大小のアパート、マンションが所々に建設される。なお、芝富士一丁目4の11の正面を中心に、総科学会の地盤が強い地域でもある。一説によると、1978年2月1日の住居表示実施に伴い、芝、円や芝、塚原のように、 旧芝村が由来である、地区名、芝と町から富士山がよく見えたことから富士とつなげた合成地名であり、ローマ字表記などでも芝富士と書かれる場合が多い。町名の由来は富士港に関係するという説や随称地名であるという説もある。関東では富士山がよく見えた場合は富士見という地名になる場合が多いため、前者は信憑性は低いという指摘もある。 住居表示時施以前のンの1968年には、芝富士保育園、翌年に芝富士小学校、さらに翌年にも芝富士公民館が開所したが、この時にはすでに芝富士の名前がついていたため、これが由来となったという説もある。現在では、高層建造物が周辺に多くできたため、富士山を見ることは困難となっている。二千十八年三月一日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。総数、個数、または世帯数、人口。いずれの年も1月1日現在。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。わらび駅へと向かう北町新通り芝富士のマンション群、芝富士公民館当地の政変に沿った形で、芝塚原に東北本線が通るが、当地内は通っていない。みんな、 仲間バスは3号芝線が2013年12月16日に新設され、芝園消防署バス停が開設された。町の道路は全体的に狭く、一方通行がほとんどで、典型的な住宅密集地の道路構成となっている。南浦和とは一点でのみ接する。ありがとうございます。